はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、シラスサクチャルですね、やっていきたいと思います。デッキの方はお試しでやった時と全く同じデッキになってます。で、今回は天才の入部届を持ってきてますので、まあ、なるべくね早めに、基礎能力を上げていって青骨をいっぱい踏めるように、やっていきたいと思います。じゃあまあ練習なんですけれども、ばらけてるね。どうしようかな。ヤギユちゃんでも上げとく、適当に。まあ、今回のね報酬がね大豪傑様なんで、どうだろうね、もう絶対欲しいっていうキャラでもないので、天才覚醒しましたね。センス丸はつかなかった。あとは2人、筋力だね。まあ、初期能力もねやっぱりわりかし重要ではあるんですけど、さすがにね入部届持ち込んで初期能力しょぼかったからリセットっていうのはもったいなさすぎるんで。特に何にもないね。みんなだいたい E とか F とかか。まあ、ここら辺であればちょっと上げればいけそうな感じはするけど、敏捷が足りてない。ただ黒樹くんは2種類持ちでもな、タッグを組んだからどうもっていうのはないからね。ホムラちゃんあげとくか。ホムラちゃんは初期評価低めだからね。ヤエクちゃんとかね、もうちょっとね解放したいよね。まあエクちゃんが出てきたのでエクちゃんの評価を上げて、お守りをね持ってきてないので意識して上げていかないとちょっとクリスマスがきつくなるんで、まあ、妄想も起こせれば起こしていきましょう。まあ、PSR の場合はね解放しなくても初期評価が高いんですけど、SR の場合はねやっぱり解放して、まあ、10でもね初期評価違えばやっぱり、おお休みとかあんのこれ割とみんなさ休み多いよね。あ、そっか、経験点とか結局調べてないわ、どれがいいのか。あー、代わりと一緒、どっちがいいんだろうね。一緒に探そうか。もうでもね大豪傑様はね本当にね予想外でしたね。全然予想してなかった。一応これで40は手に入るのか。まだ乗ってないよね。青があるね。青があるけどどうしようかな。青、悩むな、悩むけど何が起こるか分かんないからね。最悪出てこないっていうケースがあるからね。全く試合しない練習に。一応普通にやってれば感想はできるよね、全イベント。青いね。まだか、やっぱりまだだよな。いや、ちょっと最初は評価を乗せよう。ここら辺でどうだ。黒樹くん、まあ、ミートがさすがにちょっと高め。お、まだかやはりきついな。これは回復できるよね確か。あれ、なんだっけ真ん中で回復したっけ。頻繁に使うキャラじゃないからなこいつも。うん、回復したね。おお、エキちゃんまあ大丈夫だね。結構来てるね。普通に練習に顔を出す。
まあ、練習に顔を出さなくてもね、別に妄想をかけられるんで、もう。こっから青踏んでいきましょう、小村ちゃん。で、コツは別に潰さなくていいんで。経験点は全部基礎ポイントに回しましょう。ハイボールヒッター。ここは体力が減るのか。メンタルに誰もいないか。どうしようかな。ここはもう一回寝ちゃおう。精神もね、どうだろうね、足りなくなりそうだからな、普通にやってったら。F、 確実にちょっと経験点を取っていきたい。これも進めていっていいよね。特に何にもないか。2人の評価上げていこう。で、告白が来て、屋上ってさ、普通に来れるもんなの？なんかだいたい閉鎖されてるような気がするんだけど、それは俺が行ってたところだけかな。やっぱりね、こういうところで勝てるかどうかも重要だよね。まあ、マジで最大値を狙うんだったらランク高い方でやっていけばいいんだけど、勝てないからね。一安打もしてねえなこいつ。これがどっちがいいんだかよくわかんないからな。やる気が上がるのか。赤い36の39、いいね。やっぱ天才の入部届を使うと、まあ、ちょっと上げればもうすぐ青になるからね。早急、50分。だいたい授業って50分だよね。まるまるさ、テストに費やすのか。技術が40、赤い何48、これもまあちょっと上げればいいからね。6% だけどいきましょう。次はデートかな。かく乱。お、でもこれで回復ができるのか。回復しようかね、やっぱりここは。みんなに知らせて回復を狙いましょう。うん、いいね。そっか、チームメイト評価も上がるのか。シラスはね、コツを踏んでも評価が上がんないからね。そういう意味ではチームメイト評価上がるのはかなり助かるな。これもどっち？精神が10か。どっちがいいかな。評価が乗ってない方でいくか。意外性、これは回復してくれるんだっけ。外でたこ焼きなんて作れるのか。赤い、おお、小藤くんさすがにあるね。これは水月で肩を狙う。タッグも組みたいけど63までは持っていけないでしょう。なので肩でいいかな。50、肩50。ちょっとこれいいにしとこう。ラッキーボーイ、
よし、総合力 D。 いやーでもなー、ナギちゃん入れてればね、ここで回復も図れたんだけど、ホムラちゃんがやっぱりまだか。まあデートを進めていこう。エクちゃんこの評価量だったらまだお正月一緒に入れないよね。あ、これもどっちだ。どっちもいいや、クマさんにしよう。今の高校ってさ、どこだった？ピンクのやつってなんかすげえ弱いとこだよね。なんかね、素直に聞いてみるってたまになんか失敗するときあるんだよね。メンタルも持っていけるかな。41持っていけるけど、ちょっとやっぱ精神が低いな。ホムラちゃんこれで乗るかな。インコース、野球ちゃんの筋トレが、まあ、進み出したけど、とりあえず経験点だよね、欲しいのは。妄想もする必要はないのでどうしようかな。練習が監督評価かけてもしょうがないしな。766、すげえやることがね、マジでやることがない。まあいいや、とりあえず筋力やっとこう。国寿くんがねパワー高めだからね。経験点自体は悪くないね。この主人公はさ、一人暮らしなの？そこが謎だよね。こいつらさ、勝手に入ってくるけどさ、毎回みんな。んー、どうだこの評価量。一緒にお正月を過ごせるかどうか。怪我しにくさ。佐藤、おお、よかったよかった。あとは大吉を頼む。小吉、あ、回復するんだ。赤いね。まあ、48タック両方48か。タックが組めるか、エクちゃんが評価上げられるか。まあこれタックだな、さすがに技術が乗ってるんで。48ね、ほいほい。うん、どうしようかな。なんとなく D に揃えておく。で、あとはまた色を見ながら調整していこう。チャンス。いや、シラスはね結構体力回復してくれるのがいいよね。そう、あのサクチャレ応援ガチャもね、一応目当てとしてはね、ナギちゃんがね欲しいんだけど、どうかな、引いてまでっていうのがあるんだよね。もう大豪傑になった段階で結構モチベーションが落ちてるんで、なんか取れなくてもいいかなみたいな。ここ上げるか。総力上げてちょっと敏捷ポイントを稼いでいこう。
あとはね、4月の2周年記念に備えて石を貯めておきたいっていうのもあるんだけどね。まあ、進めていこう。これはこだかちゃんは2回目か。で、青メンタル、うん、これは青でいいでしょう。チャンス4か。缶詰とかさ、どうやって釣るの？針とか引っかかるとこなくね？なんかね、どうしようかな。確実に点を取っていきたいね。そういや、早急骨は掴んであるよね。2だけど。経験点悪くないね。少し技術が多いね。走塁と。どうする？ミット上げとく？もうちょっとね、精神ポイントが欲しいね。全体的に上げるためには。うおー、勝てないか。これでも勝てないからね。ランクの高いところは結構厳しいと思うんだよね。さすがにチームランク上がるの早いな。で、2月の1周なんで回復できるね。アウェイレジヒッター。おー、めちゃ経験点くれるわこいつ。あ、そうだ、ホムラちゃんいた。ごめんね、いつも忘れるよ、ホムラちゃん。まあ、こういう経験点も重要だからね。あ、そっか、それで、小高ちゃんもいるんだっけ。よしよしよし、体力もマックスになった。で、ここは？これでいいや。いいね、いいね。56もらえるか。かくらんも4か。これで赤い誰だ。おお、 A83 いけるならやりたいよね。無理か、精神が足りないか。ギリギリ足りるね。これどうなの、どうする。40、ちょっと他のが上げられなくなっちゃうからな。まあ1回くらいしょうがないか。アウトコース、なんかインコースとか取らなかったっけ。また赤い。おお、みんな強くなってきたね。ちょっとじゃあここは1回デートをしましょう。まあ、エクちゃんはね、デートで経験点が稼げるキャラなんで、謝ろう。
ここは敏捷ポイントが入るんだっけ、イベント的に。これヘッスラとか手に入んないのかね。コツ小村ちゃんの1回目か。こいつら履歴書とか持ってきてないよね多分。別にいいんだけどさ、採用する側の自由だから、そういうのは。上り調子、よし、ぶっ飛ばせ、パーン。おお、まあ成功率は高めではあるよね、ヤギュウちゃん。まあ失敗するときはね、失敗するんだけど。経験点も悪くない。一応タックは来てるっちゃ来てるね。どうしようかな、タックだけだったらな、この体力量デートしてもいい気がするんだけど、弾道ちょっと3体とホームランが打てないからね。 C くらいには揃えられる。うちのチームメイトもみんな強くなってきたからな。で、パワーは上げられそう。精神がないからな。ちょっとここはデートしよう。エクちゃん、あと3回で評価乗るかな。これもなんかどっちかわかんない。海行こう。ラジコンとか。あ、回復しない。そっか、回復しない時もあったっけ。バンジージャンプ的なやつとかも超怖そうだからね。別に高いとこね、得意じゃないからね俺も。もうひたすら別の練習をする。よし、青。小高ちゃん、フルヒッター。あれ、これどっちがどっちだっけ。なんかいつも分かんなくなる。まあいいや。ストライク送球、特に取らんからね。 35% はさすがに無理だから、あと2回。そっか、こいつらまだ手つないでないのか。別にさ、もう付き合ってるんだったらさ、速攻で手つないでいいと思うんだけどね。そういうところはまだ高校生だからウブなのかな。おー、いいね、めちゃくちゃ体力めっちゃ回復して、めっちゃ経験点くれるし。赤い、肩が赤い、63、これはいけるね。A 上げよう。試合用にな、パワーヒッターはちょっと掴んでおきたい気がするんだけど。対左か。総合力 B、 赤い、これはいけるものはいけるんだ。 S98 とか、どうだろうな。98は無理だね。76もちょっと高えな。もうすでに B あるからね、パワーは。ここはパワーを A にしちゃうか。80で大丈夫だったよね。いや、タックが来てるとはいえさ、無理だよ98は。
これでこいつのパワーカンストしたな。通常タックだけか、ワンタックだけだったらちょっとデートしよう。無難に行きたい。評価がな、どうなんだ。ここはまあ D だね。勝った。おー、小高ちゃんいるとさすがだね。まあ国樹くんも技術あるんで、マグロをフォローするか。体力を回復して、ただちょっと体力は低いかな。 0% ではなさそうだよね。総力上げとく。ミートも B にしておくか。じゃあ守備も B にして、これも B にして、ちょっと補給に回せる精神ポイントがないね。2点取られて、うわもうダメだ。おお、取り返した。ダメかと思った。何アンダー？ 3 アンダーしたんだ。青が来てるけどどうだ。あー、3パーか。まあ3パーだったらいけるね。パワーヒッター、よし、試合前に取ろう。これはどうすっかな。体力は減らしたくないからな。ちょっと次寝て、で穂村ちゃんのイベントが終わって、チャンスはもうあれか、これで5か。青があるからメンタル以外は無理だよね。ちょっとここはさすがに寝よう。オーケーオーケーオーケー。あれ、これって2回目だよね今。どれがいいんだこれ。牛乳飲んでみようか。おお、最大値が上がる。で、ワンタック、ちょっとパワー上げとく。パワーというか筋力。で、ここは確実に行った方がいいかな。上で、なんだっけ、内角質だか。そうかそうか。お、いいねいいね。コツ足すタック、バント、どうしようかな。精神で回復していこうかな。お、いいね。このイベント今回に限っては嬉しい。ただ肩がある。85はいけそうだな。いけそうだよね。よし、敏捷が少し足りないか。これで肩、こいつもカンストしたね。あ、これだったらもう寝るしかないよね。インコース、今の骨状況とか全く分かんないからな。メンタルにある。よし、これは嬉しい。追い打ち、な、追い打ち、あ、リベンジか、さっき掴んだの。うん、こういう時はちょっとメンタルしとく。これ体力削られるんだよね。まあ経験点をくれるといえばくれるけど、20だからね。体力削るたりに98はちょっと無理だなこれ。え、絶対無理だよね。20上げなきゃいけないんでしょ。いや無理だ、無理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 。タックをやるとな、次練習できなそうなんだよな。どうする。
7の14か。まあいいや、14でも経験点もらっとくか。さよなら男。メンタル、エクちゃんがやっぱり評価乗ってない。どうだ、そろそろいけると思うんだけど。乗ったね。パワーはまあ一応 A あるから、パワーヒッターだけど、とこちょっとパワーヒッターだけ取る。あとは置いておく、マジで置いとく。まあパワー A あるから、パワーヒッターなくても大丈夫だと思うんだけどね。ストレートか、ちょっと追い込まれてしまった。一気に通りゃー。それチームメートってどんくらい強いんだ。これは入れてはこないか。赤原総力 D か。ゲッツーシフトになってんな、よく見たら。無駄だ。変化球はそれなりだよね。434って球速も144あるから悪くないピッチャーではある。こんな初戦のピッチャーにしては。タックが来てる。筋力か、まあ、国寿くんがな、ここで技術ボーナスがね、もうマジなんなのっていう感じだよ。妄想の素質って何なの、そもそも。俺も妄想の喪失とかありそうな気がするんだけどな。総力はちょっと無理だよね。一応補給 B にしておく。次は練習できないかな。また精神で回復するか、どうしようかな。お待たせ。どうだ、行ったか。うわ、行かなかったか。ちょっとずれたもんね、スライダー。やべ、走力 A か。ストレートか、スライダーかなーって思ったけど、逃げ球持ってるから真ん中には来ないね。よし、これは大丈夫でした。ちょっとずれたけど、やべはよく出るな。さて、青いけど21は無理だよね。ここは寝ておこう。経験点的にはまあ取っておくか。みんなの能力ちょっと見る。チームメイト、マグロとか強えな。抑えとか誰がやってんだろう、分からんけど。赤原はパワー S、 肩 S。 小高ちゃんはミートと走力があれか。ひなつきとか
まあまだまだ踏めそうなものは踏めそうだね。まあ、クレバの話だけど。お待たせいたしました。バンバン。ちょっとギリギリだな。少しタイミングが遅いか。これは大丈夫。最初の打席のやつとかね、多分甲子園だったらホームラン行ってなかったからね。振り遅れたね。広角打法か。まあコツがないからな、広角打法は。おっと。まあなんだかんだで打てたね。でもあお、よし。パワーが28ってことはこいつもカンストしたな。パワー総合力 B か。総合力 A にするのってかなりきついな。お待たせ。ともに1回の裏しらす攻撃に入ります。先頭バッターは川戸。投げた。これはボール。ボール。第2球変化球か。投げた。打ったこれは強烈。左中間大きいぞ。上段。あ、こいつはねジャイゲジャイロボールなのか変化球なのかっていうのが割と分かりやすいからね。いや、ちょっとあれだったか。点を取ってくれてありがたい。あ、フォークだった。さあ次の投球。危ない球。第3球インコース引っ張った。三塁線切れてファール。これはでもゴー。センター下がった。掴みました。これでずらされるのがね、ほんとやだ。知らず、この回は打順よく1番からの攻撃。トップバッター牙が打てない。今日はホームランマジか。第2球投げた。打った。これはいい当たりだ。人伸び足りないわ。全然打てなかった。マジか牙。24とかだいぶ漏らしたね。まあなんとか勝ったからいいんだけどさ。S98 これってどうなの。いけるかな。いけるわ。カンストさせとくか。おりゃ。1とか。1上がるんだ。敏捷が総力はまだ B だからね。で総合力まだ A になってなかったよね。もう1回くらいやらないとダメ。お待たせ。球児だ。ノーアウトランナー1塁という場面で川戸。外角低め外れてボール。第2球打った。ライトバックに振り遅れたな。これでワンアウト。ちょっとバッティングの調子が落ち始めてきた。キバに完全に狂わされたな。待って。ちょっと落ち着こう。大きく外れました。やっぱりストレートか。ストレートを狙ってこれは多分入ってくるけど見逃して投げました。これもボールでしょ。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました。これだ。打ちました。痛烈。いった。入った。もう一回。もう一回回ってきた。まだ周遊だね。ランナーなしという場面で川戸。あ、これはボール。ここはよく選びました。
これもちょっと見逃そう。第3球を投げた。これはスプリットでしょう。カウンター2ボール1ストライクです。これだ。あ、しまった。もう失投しやがった。もう絶対今のストレートだったのに。まあまあまあ2本打てたから最低限のことは良しとするか。0% か。いけるね。やろう。もうやれるときにやる。窮地。でようやく総合力が A に乗ったか。いやマジきついな。まあいいや、試合しよう。そのまま次がね、精神に青骨が来てくれれば超嬉しいんだけど。お待たせ、生田のバッターは川戸。第9投げた。まあ、銭形はね、まあ打ちやすいキャラではあるんで。同点で迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という場面で川戸。第2球投げた。やべが出るとすげえ警戒されるな。肩越しにランナー見た。投げた。外角スライダーは外れてもカウンター3ボールノーストライク。投げました。よく見た。フォアボールか。シラスリードで迎える5回です。バッター川戸来た。よしよしよし。シラス、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは川戸。今日はソロホームランに。ドロップカーブはね、ほんと打ちづらいからね。第2球ボール、アウトコース低め、バッターよく見ました。カウントはワンボール、ワンストライクです。どうだこれは。強い当たり、打球。まあ最後は精神だね。精神やって終わり。おお、ここで A になったか。無理だな。38ちょっと攻める気にはなれないからな。暁大附属か。強化暁大附属来てほしいよね。じゃあ取れるの取って、ここで金徳取ろうか。ストライク早期取ろう。対左取って、あとなんだっけ、満塁も取って、低球質はまあなんとなく、まあ、別にいいんだけどね。もう上り上司窮地。ちょっと分からん。かくらも4だから取っとこう。リベンジ、ラッキーボーイ、おうち、不思議。ハイボールは取る必要ないからね。体当たり、意外性、固めとか粘りが取れなくなっちゃった。ブルヒッター取っとく。どうせ広角打法取れねえんだから。こんなもんか。お待たせ。全国バッター変わると第9。高レベルのな一ノ瀬は好きじゃないんだよね本当に。第2球投げました。無理か。によってボール、カウントはワンボール、ツーストライク。フルヒッターもと絶対引っ張り警戒されるよね。投げました。これは打った当たりだ。取ってアウト、スリーアウト。さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で。スクリューか。知らず最悪でも犠牲フライが欲しいところ。投げた。待て。スクリュー。サードランナーちらってみた。投げた。ボール、カウントワンボール、ツーストライク。やばい、なんか足がしびれてきた。なくしんだけど足がしびれてきた。待って、集中できない。もうそんな知るかって感じだけど。ここはよく選びました。ボールカウント3ボール2ストライク。あ、これは狙いたいけどずれたか。まあ2塁だ。で2点取ったからいいか。お、もう守る君に勝ってる。先ほどタイムリーを放っている川戸。ライジン、ギャッハッハ。
シラスリードで迎える7回、変わってんだ、早いな。カワト今日2打点を挙げています。赤助大付属、ここは引っ張りに警戒します。投げました。いかなかったか、待ってこなかった。結局ホームラン打てなかったし、いや木場と最終戦をちょっと落としたか、まあしょうがないよね。まあシラスはね、ドラフト1位はほぼ取れるんで、ここは気にしなくてもいいんだけど。もうちょっとね、エクちゃんレベル上げたいんだけどね。まあ、ただガチャ引いてもエクちゃん出ないから、そこはしょうがないんだよね。でホムラちゃんも別にガチャでいないでしょ、まあ、通常のホムラちゃんから解放はできるんだけど、いやもう限界だな、これがもういきなり限界だな。ガチャ引いたところで解放できる人がいないんで、さて何をくれる？結構いろいろ A になったからね。代打 OKOKOK と言っても別に選手登録するわけじゃないんで、こいつは。まあ8000か。アベレージヒッター取って固め粘り、バント代打、気迫ヘッド、低球筆打、レーザービーム。コツをつかんだのは本塁生還、ここら辺取っとくか。コブはいらない。技術が減ってるね。ムード取っとこうじゃん。逆境はちょっと精神を使いすぎるか。内野安打取っと、あれだね、怪我取って内野安打取る。あ、競争心取る。敏捷がちょっと余ってる。ゲッツー崩し、あっ、球打ちも取っとく。でこれやって、これやって、まあ、経験点的にはさばけたね。あ、そうだ、これは別にこの画面じゃなくて、まあ一応こんな感じの選手ができましたと。で名前もこのままでいいでしょう。でここか、やっぱりね、特攻ボーナスがね低いからね、 200% とかある人とかもう絶対勝ち目ないからな。100いくつだっけ、173だもんね。うん、まあこんなもんでしょうそうか、ここら辺あれか、ガチャガチャいっぱいもらえるんで、もらっておきましょう。大豪傑様、めちゃもらえるな。まあここの画面でいいか。という感じで、まあサクチャレのね報酬がねちょっと、まあ大高血様なんで、まあ大高血様は一応投手で威圧感くれるっていうのと、筋力がめちゃ稼げるっていうキャラではあるんですけれども、ちょっとね球速キャラが揃ってればね、まあ使うかって言われたら微妙なところはあるんで、ちょっと俺はモチベーションは低めですねなので、サクチャレ応援ガチャもね、まあ、欲しいキャラクター長いとかね来たらね引こうかなと思ったんですけど、ちょっと見送るかもしれないです、というような感じで、まあ、あとはちょっと裏方で、サクチャレやっていこうと思いますので、一応サクチャレに関してはこんなもんからもう早っていう感じだけど、どうもねモチベーションが上がんないんですよね
というわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。